こんにちは。なんかめちゃくちゃご機嫌の親父が一人いますが、今日画面の上の方に映ってますオーバーヘッドクロスバーというのをつけまして、でこれつけた直後に高速走ってる様子ですが、ご覧の通り極めてご機嫌です。今日はこれの取り付けを見ていただきます。今日はこのオーバーヘッドクロスバーの作者でいいですか作者制作者シマアルファさんのに、手伝ってもらって、これからこれをつけるというのをやります。これがパーツですね。これがまあ後ろから前で、これが前のところのこのミラーの上に来るやつですね。あ、でこれがあれか、この部分ですね。でこれでここですね。なるほど。であとこれが、これがこのセンター、この真ん中ですね。はい、でこいつらで、これが後ろですね。この部分か、これですね。はい、まずは養生した方がいいと。ありがとうございます。なるほど。なんかこのパーツが重要なんですよね、これ。そうですね。なるほどな。これもこういう感じ、バリを取る感じですね。そうですね。まあこういうのを足元に置いておくと、まず大変作業がしやすいという感じですね。ボルトと取り付けの金具ですね。こういうのも足元に1回置いておくと。道具はこのぐらいがいると。下側っていうか、なるほど。モンキーが2本ぐらいあった方がいいですね。でネジロック材で六角、レンチと、これはトルクスですね。はい、このセンサーがあれですもんね。こういうセンサーがあるんですね。そうですね。はい、そういう方が後ろですね。はい。こう。いや、じゃあそれ戻して。面白い。ちゃんと見てない。こうしてか。こうしてか。そうです。はい、うん。ここを塗ってください。でブラケットにひょうたんを乗せて、で、はい、なかなか手がもう一本いますね。そうですね。でちょっとある程度締めたところで、ここをトントンって奥の方に位置にして、はい、はい。でブラケット側をちょっと緩めておいてください。ゆるゆるでいいです。うん、はい、はい。
まずフロントのブラケットがつきましたと。リアのブラケットが、あれだけ人がいると思う。はいはい、この端っこが薄いタイプと、はいはいはい、こっちはそのままで、ここがへこんでる方が2種類あります。ほう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 。あ、これ違うんだ。分厚い方が上ですね、はい、でこの薄っぺらいのが方がこっちの前ですね、下か、はい、なるほどな。いきますよ。はいはい、こいつで、あ、それはインストール用のツール、馴染ませるための。なるほど。できれば2人でやった方がいいですね。はいはいはい。落っことしちゃうといけない。はいはい、ここにね、下に落とすとね。あ、結構あれですね、硬いっすっていうか。そうですね。そうか、ここが割とすごいびっちり作ってあるから。はい、なるほどなるほど。ここ今くっついたので。はい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 。ああ、で一回外すんだ。そのナットも一緒に押さえておいて。はいはいはい。これポイントっすね。これ落としちゃうと。またこれ締められない。締められない。この状態をキープしたままを取ってですね。はい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 。あ。ってなっちゃうわけですよ。あ、ありますねそこにね。見えてる見えてる。うん、悪いの。ということが起きますので注意しましょう。確かに。なるほど。でポイントはこの六角が両方上に向いているのが美しい。ここがRセンターも、はい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 、こっちが長い。こっちが前ですね。なるほどなるほど。これパッド巻いてあるけど、うんうんうん、そのまま作んで切ったりしないでしょ、ね、あ、なるほど、はい、あらかじめパッドをめくっておいてほしいんです。ほうほうほう。やるときにこれ、うんうんうん、爪が当たって切れちゃうといけないので、はい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 、深爪しといてください。なるほどなるほど。俺大体いつも深爪だから大丈夫。まあ、いいですね、はい、それ、あー、めくっておく、はい。フロントはこれぐらいでいいです。ここ閉めて、うん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 、ここのブラケットまで戻すだけなんで、はいはい、これぐらいでいいです。はいはいはい。で、okay. 後ろ側がここまで被るので、うん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 、なおなお。棒はここまでですよ。はい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 。だからバーよりも伸びるので、このカバーがね。はい。はい、こっちを要はね、僕は7センチ。ほうほうほう。あ、でも7センチぐらいって大体わかりますと。はいはいはい、確かに。なるほど。こうしておいて、これが入る分ぐらい、はいはい、なるほどなるほど。こうしておいて、はいはいはい、ここ一回、ここはもう先ここつけたらこう決めちゃうんで、うん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 、そしたらもうこれをここまで戻す。なるほどなるほど。そうするとこれで足りるじゃないですか。はい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 。で、こっち最後締めたらこれを戻す。戻す、なるほどなるほど。頑張ってめくりました、みたいな。はい、で、こいつがここに入ります。で、こいつがここにはまりますということですね、はい、で、まずはこの前のこいつをはめますが、まずちょっと緩めないと。で、こうした方がこうした方が回しやすいんですね。だから、この緩めてもいいか。で、こうしてこのボルトをねじ込んでいきます。こうですね。こういい感じ。こんな感じですかね。一旦中央そういう時はこっち緩める。そこを緩くしておかないと、ここね、角度が当てられない。こっちを緩くしておかないといけないんだ。こいつをちょっとこの角度を動かしつつ、ここにはめていって。
りました、素晴らしい。でこれ入ったらこいつを、こいつはこれを閉めますか。こういう感じ。これを閉める意味はここの角度をなじませるためです。ああなるほど。だから別にとりあえずいいですよ。じゃあもうとりあえずいいですね、はい、で閉めたいのはそっちですね。そっちですね。こっちを閉めていきます。こんぐらいかな。まあまあきつくていいです。うん、そうですね。はい。はい。こんぐらいで。あ、で、こいつをこのカバーを、まあ、最終的にこのカバーがここまで来るように美しくつなぐためにこのボルトでこいつを避けちゃうといけないので、はい、ここを養生します。このぐらいかな、はい、で、養生したらやりましょう。怖い怖い。先生お願いします。指を入れて、なるほど、指を入れて引っ張る。ちょっとこうこうした方がいいかな。あ、なるほど。ここにこうかぶる部分を、ね、来たらこれでいいです。なるほど。最終的にはここまでこれが戻ってかぶると。なるほど。はい、うまくにして、はい、次にこいつで最終的にこうセンターを固定するんですね。でこれをつけるために、一旦ちょっとここは緩めた方がいい。こういうふうにあの一番こう近いところを見つけるのにこれちょっと動いた方がいいんでここは緩めた方がいいです。こう切った後にこれ差し込むのにギチギチだと入らないので、うん、あ、なるほどなるほど。こういうこれフリーな状態、これからこう切ってこいつを入れると、はい、でその切る場所を決めるのに、一番近いところにまずこのブラケットを置きます。どうでしょう。そうですね、このぐらいですね、はい、でここに養生テープをだいたい金具から3ミリぐらい、こんなもんかな、目印で切り込み入れるんですね。入れます、はい、 OK、 これで場所決めができます。この、この金具を、ここを切ってですね、この中にはめて固定していくということなんで、エッジ型に切りますと。だいたい4センチぐらい、4センチぐらい上下に切って、真ん中を横に切ると、ということでやってみよう。やってみようじゃねえわ。やってもらうんだ。これ持っときます。なるほどね、はい、なるほど、こんな感じにですね、はい、切れました、素晴らしい。なるほど。でこのこれ以上裂かないように差し込んでいくんですけど、はいはい、ここにもコツがあります。まあ、ここをこう広げてこう両端入れて下を入れて、はいはい、で縮めていけばいいかな、うんうんうん、でこうやってうまくいくかな、やってやってでこう差し込む感じで、なお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 、できそうですか。はい、もうこのままいっちゃってください。撮ってますか。撮ったそうです。なるほど、はまりました、バッチリ、はいはい、これは上下はないんですね、もうね、はい、なるほどなるほど、はい、これはもうあれですね、はい、コーチにいただかないといけない。はい、撮った、上、はい、はい、じゃあそれはで
ブラケットまるでプロがやったように入ってますが止めますと。でこのナットちゃんと緩み止めのこの樹脂が入ってるねナットですね。平ワッシャー、スプリングワッシャー、ちゃんと座ってやった方がいい。絶対落とす。なるほどな。はい、つってこれで、ツールで締めます。ラチェットとメガネ。感染症拡大防止のため公園処理。ラチェットの意味がなくない。体調が悪い人は利用を控えてなるほど。ある程度締めたらこう後ろから見ますと今右が上がってますね。ここのラインと本当だ これを合わせる。はいはい、はい、どうですか。バチリ。あ、でこいつ本締め。これも割と固めで、うん、こんなもん。おお。おお、車が揺れてる、すげえ。まだまだここ閉まってないんで、あんまり揺らさない、揺らさない方が、はい。なるほど。これだいたい1センチ。でもうここは閉めました。今ここ閉めて、だからこう大体決まったらもうこっちは閉めちゃってますけど、ここは決まった時点でもう動かないじゃないですか。なるようにしかならない。そこをちゃんとまっすぐに決めて、なるほどなるほど、こっち決めて、ここも決めて、ここ決めて、このボルトで、まあ、頭でこいつが破れないように養生しました。爪を立てないように引っ張りすぎないように。OK。これどうですか、綺麗なものですか。大丈夫ですか。はい、と割とじゃあ重き締めるんですね、そこも。重き締めるんだけど、ここになんか変な、うんうんうん、あ、負荷かけないように。まっすぐにした状態で。はい。その辺気をつけないとですね。グッと。なるほど。まあ、当然ですけど、こっちは回らないけど、こっちを回すと。圧入されてるだけなので、ああそうなんだ。あまりこれを回す、はい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 、なるほどなるほど。ここを固定した状態でこちらに、なるほどなるほど。だいたい、だいたい9ミリぐらいですかね。うんうん。10ミリ弱。なるほどなるほど。もうちょっとか。もうちょいか。またこれをめくると。めくって、めくって。はい、はい、ここまで入れて、入れ込む。軽くです。で、向きを合わせて。あ、このね、六角の向きが同じ方向に向くように合わせます。
て、そして、なるほどなるほど、あ、そうですね、この距離を左右合わせて、はい、ここからだいたい97mm、じゃあ同じようにだいたいここも 3mm ぐらいですかね。そうですね、はい、できました。じゃあ切ってみましょう。大丈夫ですか。はい、テープ貼る。じゃあこの切り込みにこいつを入れていきますと。入れるんですが、ブラッカーがこういうふうに噛むので、裏側で噛ませます。まずは下側を、あ、こうだ、入った、これだ、オッケー、こうだ、六角が、そうですね、六角側がこう入った。こいつは、これはこっちが内側ですね。そうですね、これが外ですね。すごいなんか偉そうに喋ってる気がします。いやいや、全然全然、師匠ですから。いやいや、なんと言っても師匠どころか制作者ですからね。はい、でこっからだいたい97。そうです、オッケー。はい、じゃあ仮止めして、ここがまっすぐ、角度がまっすぐ問題ないように、まあここを調整して最初にこれを締め込みます。で、よいしょ、こんな。で、締め込んだ後に最後ここを、締めます。そうだな、先にこれを締めると閉まんないですね。確かに。これが変な角度になっちゃうので、ね、ここが傾いた状態でこれを閉めることになってしまう。そうですね。こいつをかぶせるのに、まあ、傷がつかない。さっきのたびたびやったように、ちょっと爪でもこれ破れちゃうんで、養生します。爪を立てないように。よし、めでたく入りました。どうですか。で、これを締める。これ完璧っすね、これマジで。だからこうなってるんだ。へえ。すごいっすね、これ。しかし、これ取らないといけないやつとかありますもんね。そうです ね。あれ、これでついたんだ。これでつきましたね。つきました、素晴らしい。嬉しい、嬉しい、嬉しい。ありがとうございます。お片付けつきましたね。めっちゃ嬉しいですね。
結局ほぼ全部シマアルファさんに取り付けてもらっちゃいました。効果の方ドアなんですが、まあ感動ものの一言です。まあ剛性は間違いなく上がりましたし、まあボディの一体感というのですごくよく曲がる車になったという感じがします。まあもちろんガタピシオンも激減しまして、普通車に乗ってるような感覚になりました。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた。